幼馴染の男の子がうちに遊びに来たんですよ。家に入ったら異様な雰囲気、もう絶好や、許さへん、もうドラゴンクエスト5なんてやんない。どうも、うららです。本日はですね、ドラゴンクエストに関するエピソードトークをしたいと思います。多分配信とかでも喋ってることあると思うんですけども、改めて私のドラゴンクエストエピソードトーク、今回はこの話をしたいと思います。データを消されて絶好した話。ことの起こりは小学校4年生の頃です。ドラゴンクエスト5をねやってたんですよ。まあ、何度かやってて、でもラストまでは行ってない、なんかブオーンとかまでは行ってるみたいな状態で放置しちゃって、またやんなくって、また最初からやり直してみたいなことを何度か繰り返してたんですよ。その頃何回もやっていく中で、やっぱ結婚式がめちゃくちゃワクワクするイベントで、結婚式のイベントを見るためにもうそこまで頑張るみたいなところが結構あったんですね。でなんかあの結婚式のイベントってすごいこうハッピーなというか、辛いことがたくさんある冒険の中でパッと華やぐシーンで、心がこう明るくなるシーンなんですよね。まあ、結婚ということ自体がというよりは、その結婚式の間脅威にさらされていないというか、なんだろう、いつも何かしに行かなきゃ、世界を救わなきゃ、誰かを助けに行かなきゃみたいな、ずっとそういう気持ちで冒険してるじゃないですか。だけどあの結婚式のイベントの時だけは、ただ結婚式をするっていう、こう日常のシーンというか平和なシーンなんですよね。それがすごく好きで、もうそこをやりたいと。そのためにね、頑張ってこう炎の指輪とか取りに行って苦労して手に入れてくるわけですよね。その指輪を持って帰って、じゃあ次は結婚式ですっていうタイミングでセーブをして置いておいたんですよ。でその時に幼馴染の男の子がうちに遊びに来たんですよ。なんかお母さん同士が友達で、そこの子供で私より1個年上なんですけど、その子を連れてお母さんが遊びに来たっていう状態だから、子供は子供部屋で遊んどいでみたいな感じで私の部屋にその子は来てたんですね。でその時なんでか分かんないけど、その子が友達連れてきてて、だから私は幼馴染の男の子と、もう一人その知らない男の子と3人で私の部屋でゲームをするみたいな時間があったんです。で私はドラゴンクエスト5はもう、こう大事な大事なあのゲームなので、もう今これはもう結婚前夜だから、でデータとかも消えてほしくないから、そーっとそーっと扱って片付けておいたんですね、ゲームソフトの入れ物の中に。で他のゲームでこう3人でワイワイ遊んでいて、でそのうち私習い事をすごくしていたので、その日も習い事があって、で私が習い事でそこから抜けるってなって、でも子供たちは、まあ、お母さんまだいるわけだから、まだこう遊んでると、自分の部屋に男の子2人を残して私は習い事に行くわけです。で一応ちゃんと言っとかなきゃと思って、あのどのゲームで遊んでもらっても大丈夫なんだけど、ドラゴンクエスト5だけはやんないでね、触んないでって言ったの。絶対に触らないでくださいと。もうその触ったりとか置いたりとかポエンとかやってデータが消えたらもうやばいから、まあ、何が原因で消えるか知らないんですけどまあでももうそーっと扱うみたいなのあったじゃないですか。だから絶対ドラゴンクエスト5だけは触らないで、他のゲームは本当に好きに遊んでていいよって言って習い事に行ったんですよ。で私的にはその幼馴染のことは信頼してたんで大丈夫だろうと思って、分かったって言ったんで、ほんじゃ行ってくるわって言って習い事に行ったんですね。で終わって帰ってきて家に入ったら、なんか異様な雰囲気になってて、私の記憶が正しければですけど、玄関ガチャッと開けたら、その子のお母さんとその子とその友達がこう3人並んでるんですよ。でその友達の子が泣いてるの、こうやってって泣いてんの。何めっちゃ嫌な予感するって、お母さんがあんたちゃんと言いやみたいな言って、その幼馴染の子が、いやうーちゃんごめん、ドラゴンクエスト5データ消えてもうてってなって、でも私は本当にその触らないでねって言って分かったって言ったことを裏切られた気持ちと、本当にデータが消えてほしくなかったドラゴンクエスト5の結婚式前夜のデータを消されたっていうことがもうめちゃくちゃショックで、本当に私の人生で記憶にある限りあんなに泣き叫んだことないっていうぐらい泣いて怒ったんですよね。もう絶好や、許さへんみたいな、もうめちゃくちゃ泣いて怒って。でもそのドラゴンクエスト5を触っちゃったのはその友達の子だったんですよ。でその幼馴染自体は多分止めたのか、まあ、ダメって言われてたから触んないようにしてたのかだったんですよね。でもその友達の子が、ドラゴンクエスト5あるやん、いいやいいややろうみたいな感じでガチャンってやったと。
そしたらそのタイミングでデータが消えたって言って、その友達は多分データが消えてほしくないっていう私の気持ちも分かってたから、やばいやって思ったみたいな。で多分それをお母さんに言ったんだと思うんですよ。いやうーちゃんがこれ嫌やって言ってたのにこういうことがあってしまったんやみたいなことをきっとね言ってくれて、でそれはちゃんと謝らなあかんなって言ってちゃんと謝ってくれたんだけど、もう私はもう本当に自分でも覚えてる、なんか自分が制御できないぐらい泣いて怒って、9歳10歳ぐらいですよ、もう泣き叫んで、もう帰れみたいな、顔を見たくないわみたいな感じになって、でもう収拾つかないからごめん今日は帰るわみたいな感じで、その、まあ、子供たちに、その泣いてる男の子も一緒にもうその子もだからもう自分がやっちゃいけないことやったっていうのも分かってるし、私がもうめちゃくちゃ怒ってるから、その子ももうシクシクって泣いちゃって、でもうそのお母さんがその男の子2人連れて帰って、で家族に何を言われたか覚えてないですけど、まあうちの家族のことだから嫌やったんやろなって気持ちは多分組んでくれたと思う。ただ向こうも謝ってんねんから、もうそれ以上言うたってしゃあないやろみたいなことは言われたような気がしますね。もうそっから本当3日間ぐらいはその怒りが収まらなくてもうドラゴンクエスト5なんてやんないみたいな、もうこんな辛い思いするだったらみたいになって、もうね結構私の人生の中でねトップ3に入るぐらいの大事件だったんですよ。でそれ後日どうなったかというとですね、その幼なじみの男の子と次に話したのは、その事件があったのが私が9歳10歳ぐらい、次に話したのはですね、私が高校3年生になってからですね、8年ぐらいかかってんの和解に。でももちろん別にその期間ずっと許してなかったとかではなくって、まあ、ただ単に会う機会がなかったし、まあ、そういうことがあったから、そこからこう直近は私はもう会いたくないって多分言ってたんだけど、別に中学高校になったらもうドラゴンクエストの賞を消されたことなんてそんなにもう一回そこまでやればいいじゃんだし楽しいじゃんむしろねっていう感じだったんだけど、まあ、そんな事件もあったなぐらいだったんですよ私的には。で高校3年生の時に、まあ、お母さんがその子の家に遊びに行くと、そのお母さん同士友達だからね、で学校の帰りかなんかに寄ったらみたいな言われたから、あじゃあ行くわって言って、そのうちの母親とその子のお母さんと3人でなんか喋ってたんですよ、バーって。で雑談してては楽しくこうははははってやってたら、途中でその男の子帰ってきて、そこの息子がで私の1個上だから大学生だったと思うんですけど、帰ってきて普通に私はおー久しぶりって言ったの。そしたらその子がうわドラクエの賞消したんもう怒ってないんってお口聞いてくれんねや普通にって言われて、もうなんかめちゃくちゃ恥ずかしくて、私まだ怒ってると思われてたんでもそれぐらい相手にとっても強烈ななんか出来事だったんだろうなと思って、こんなに怒るみたいな、こんな泣き叫ぶようなことかみたいなね、多分そう思ってたんだろうなと思って、まあ、恥ずかしいけどめちゃくちゃ爆笑して。今ってもうないじゃないですかデータ消えるみたいな、あの地獄のような体験。なんかドラクエのさ、あのデン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 デリリンっていうあの怖い音もこうイベントとかでね流れることはあるけど、基本的にあの音が怖いのってデータが消えたから怖いわけじゃないですか。その感覚がもう今のドラクエしか知らない人にとったら全くないわけで、あの意味わかんない理不尽なショック今の人たちは経験しなくていいんだなって思うと、本当文明の進化素晴らしいことだなと思います。もう今ね思い出してもね、あの時本当に悲しかった怒ってたっていう、なんか私をね抱きしめてあげたい、もう嫌やったなって抱きしめてあげたいぐらい本当に悲しかったんですよ。その言ったのにっていうのと消えたっていうことがね、もう本当に耐えられないぐらい辛かったなっていう、そういうお話です。同世代の方だったら、あの子供の時にそういう経験をしたっていう、またまあ、データが消えてすごく悲しい思いをしたっていうのとか、あとはね、あのコンセントに誰かが引っかかっちゃってビーってなって、まあ、データが消えるとか、もしくはセーブポイントまで戻るみたいなことがね起こったりとかっていうのは当時あったと思うので、今当たり前みたいにあるけどオートセーブってすごいよね。そんな便利な機能30年前の自分たちが聞いたら本当もうびっくりしますよね。でも同じようなねこう辛い思いをした人もいるんじゃないですかね、ということで共感できたり面白いと思ってもらえたらいいなと思ってこの話をしてみました。まあね、今だったらどうするかな、そんなことがもし自分の子供とかでねそういうことになったらどうするかなと思う。でもまあ触んないって言われたのに触られたのは嫌だったねって、まあ、そこに寄り添って消えちゃったもんは消えちゃったから仕方ないからね。
辛かったねっていうしかないなってやっぱり思いますね。相手が謝ったってさ、データ返ってこないのが嫌は嫌じゃん。あれは仕方なかったと思ういや改めて聞きたいなと思う、その子にあれどんな風に思ってたのっていうね。その話ちゃんとしっかりしてないから、上京してから全く会ってないので、長いことあれですけど、親同士は多分まだ友達だと思うんで、なんか機会があったらね、どう思ってたかちょっと聞いてみたいなと思います。そのデータ消しちゃった張本人はね、本当に知らない子だから、もう全く覚えてないのでわかんないんですけど、もしそれもねどっかに繋がってたらね、どんな気持ちでしたっていうのちょっと聞きたいですけどねはい、という、どうでもいい雑談でございました。この話面白いなと思った方はですね、ぜひぜひ高評価ボタン押してくれると嬉しいです。はい、こんな感じでね、どうでもいい話もまたしていきたいなと思いますので、これからもこのチャンネル楽しんでいただけたら嬉しいです。動画最後まで見てくれてありがとうございました。今の文明に感謝しましょう。以上、うららでした。